はい、マナムネとかなんかいろいろバフされてるんで、アッシュでまあポン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 していきたいと思います。ロックが開始開始。ユードどうしようかな、マジでトリフォ行くか迷うな。マナムネトリフォって行くんだったら普通にファントムダンサー行けばいいんだけど、エッセンスリーバーも星見あるよな。いや、マナムネエッセンだな、マナムネエッセン行こう。え、ここ置いてある。いや、アリスタサポかい、普通に。暗いすぎ、暗いすぎ。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。なんだこいつ。あー、届かんかった。今後は反省的に積み方にアップするの、スローがきつくなるの、スローがアップするとダメが上がるの。そういうのね、動画解説しとんで、俺ちゃんとスローも上がるし、なんかクリティカル率っていう概念がないから、なんか基礎ダメが上がる。基礎ダメって言ったらいいのかな、なんかね、強くなる、殴ったら。とりあえずこのアリスはなんか何もしてこんな。バンカンさん、アッシュ最近やってないな。バーステッタ敵を倒しました。アッシュおもろいで、アッシュが一番おもろい、やってて。いや、プレート吸うなって。プレート吸うなよ。トンボアさん、教えていただきありがとうございます。このボンファ一生忘れません。オッケー。動画でめっちゃ詳しくやってるよ、俺。ちなみに自分で動画作った気がする。だから書いてあるけどね、 100% クリティカル率の。こいつの動画とか勉強するのめっちゃ時間かかったもんな。なんか何書いてあんだこいつの。俺もよくわからんから。待って、俺スキル上げ間違えてね、なんか W 欲しいなと思ったんだよな。いや、ウルトどこに打つか迷うな。あ、ちょっと9上げちゃってるわ、どうしよう。はい、完璧。100点。バルカンさん、足のウルトの負担の時が3年くらい止まりません。うん、3秒だね、マックス。マックス3秒止まるからね。前にバフされたし、息継ぎ上げも全然ありそう。うん、でもね、いや、1はね、2個まで、2個上げ、1個、2にした方がいい、絶対。アッシュのこの強いのって、この、フロストショットが付与される敵に対しての増加ダメージが上がるから、W の範囲がね、結構大事なんだよな。W が当たることによって、普通に A のダメージが上がるから、真面目だね、なんか今日、タイトル通り。
これやるとダメージ上がるんだよ、ね、AA が。うわめっちゃいい。真面目な話してたら見てなかった、あんま画面で。だからね、あの相手との距離感をこの一定にすることをスペーシングって言うんだけど、それが上手かったらね強いと思う。あ待って、上げすぎた。難しいな、スキル上げって。スペーシングが上手かったら強いんだよなこいつは。やべ、ダイブされるなこれ。さすがにされない、キャノンウェーブだけど。されないのだったらクソでかいけどな。バレないんだけど。こっちに打とう。100点じゃない俺。100点じゃない。このパワーはもう全然捨ててもいいな。最悪。パーフェクトアッシュやん。俺がアッシュやるとパーフェクトアッシュになってまうよな、俺。アッシュが上手すぎて。よかったよかった。弱い時からずっと使っててよかったこいつは。バルカンさん、一番やられると発狂するルート入りましたね。わら。うん、最高でしょ。移動中です。移動中です。敵を見失います。暴走アリスタいる。足おもろ。足マジでおもろい。明日ほんまでも極めたらほんまおもろいからな、やってほしいな。あーちょっとスキル上げ。スキル上げのミスが目立ちますね。絶望よ絶望よ。アドバのサタンを思い出すって。あんまいらなさそうだったけどな。あんまこいつはね使えて損はしないキャラだと思うよ俺。なんかあのゲーム理解度が高まる。今ここでどこに打ったらいいのかとか、まあ今できてわかんないけどね。まあ多分上が勝ってるなみたいな。それこそ1分30秒段階の時に
まあ、こっからこう打ってあげたら相手のジャングラーがどこに行くかっていうのを見れるしみたいな、視界も取れるし、まあサポーティブで普通にダメージも出るからね。この W だけで結構ダメージ出てるから。ナイスすぎん。スローもかけれるからな、これ。これもう俺が殴ってなかったらもう無理だったよ。終わっちゃった。終わっちゃった。まあ詳しくはでもね、解説でね載せてるけどね、ちょっとじゃあアッシュは多分あんま使ってる人もいないだろうし、あれしてあげるか。ほら、あんなダイアナめちゃくちゃダメージ出して、そらダイアナぐらいは出てるからね。アッシュマジでおもろい。解説をねつけとくか、久しぶりに。早く終わったし。そう、ちょっとねヒップス的なところを教えてあげよう。小技ではないけど、マッシュのまずパッシブのところからだけど、まあアッシュのそのさっきもまあコメントであったけど、クリティカル率を積んだらクリティカルがどうなんのっていうの、どういう風な考え方になるのっていうの、まあこういう他のキャラと違うんだけど、その基礎ダメで見たら分かりやすいかな。その普通のキャラクターってクリティカル率、クリティカルが発生した時に、まあ、攻撃力が、まあ、2倍とかになるんだけど、アッシュはこの同じクリティカル率のアイテム、エッセンスリーバー40で25、あ待って40でしょ、40の時攻撃力が40の時 BF ソードと一緒なんだけど、一発が53、まあ、2発目はフロストショットのパッシブで上がっていくけど、大体53から伸びていく感じかな、ダメージが。53から次が110なんだけど、普通のまあキャラクターだと、この120みたいな感じで、まあ上昇していく、なんかなんだろうな、固定値で上昇って言ったらいいのかな、出ます。で IE のこの、ちなみにクリティカル率アップも受けます、ダメージ上昇。ミッドレーンのタワーが攻撃されていますっていうのと、さっきも言ったけど、まあ通常攻撃がこいつは射程が625かな、エイトリンが650で、なんか他の長いキャラでも500、サミラが500かとかなんだけど、まあ、長いですと射程がシンプルにっていうのと、まあ、その特性を生かして、あとまあこう2発は殴りたいのね、パッシブ上だけど、まあ殴りにくいですってなった時に、このミニオンをまずちょっと削って、でこのなんて言ったらいいんだろうな、 W 当ててから、まあ、一発殴りたい。ミニオンが邪魔ですってなった時に、ミニオンを限界まで削っとくと、この矢の本数1本しか消化しないからこう殴れる。だからミニオンの、白ゲージになったら W を打って、相手に通常一発入れて、でこの1のスタックが溜まってるんだったら1のスタック込みで殴るっていうのがめっちゃ強い。ガレンがこれ前出てこねえな、レベル差あるから。こうやって打っても当たんないんで、当たるわ、こうやって打っても当たるわ。そう、これ座れるんやね、これこう基本は。でもミニオンが死ぬ時は一発しか出ないから、このフロストショットを生かしながら戦うっていうのがまず大事です。あとウルトの強い打ち方なんだけど、5レベルになったらまずリコールします。5レベルになったらまずリコールします。でそのタイミングで何かしらのクールダウンアイテムを買います。まずまあそのビルドパス的に相性がいいんだったらね。だってこう涙つぎました。スキルヘイスト10を取りつつ、この縦に打つのが強いのね。横だとさ、もう結構当てにくいのよ敵に。こっちから打っちゃうと、こっちからミッドに打つとこの縦が合わせにくいけど、
もう横幅で合わせられるから折れ目になったら帰って移動しながらウルト打つんで当てる。もうこれ最強。あ、まあ、ちょっと外したわ。まあ、こうそうしながら行くのが最強です。トップもしっかりね、トップもオリコールしてからトップに狙って打つ。縦幅でこの辺に打ったらね、どこでも当てれるんだよな。基本こう調整すればバルカンさん、なるほど。そう、どこにいても当てれるけど、横からこっち側から打つとこの多分このブッシュからこのブッシュぐらいまでしか狙えないから、だから縦で打った方が強いんだよね。で、まあ、あとこれはね、俺もガレンに1000回ぐらい当てたんで、みんなもガレンにこう移動しながら1000回当ててみてください。だってなんかちょっと自分でずらしながらとかね、わざとこの辺に打って、あ、でガレンどこかなーみたいな感じでこうやって、あ、外したわみたいな感じで。最近俺もやってなかったから鈍ってるわ。大事なのはこの足当てるコツなんだけど、最後にクイッタクイッ、このねクイがマジ大事。当たり判定結構バグってるから、このクイがあれば大抵当たる。ずらして打ってみるか。ずらしてても杭があれば絶対当たるんだよねこれ。はい、以上です。足の解説でした。足使えたら強いと思うんでね。はい、あ、いいも教えとくか。あのね、まあむずいけど、こっからね、こっからこの辺に打つとね、めっちゃ見れるよ、この端っこから。あ、ちょ、なんか打ち方忘れたな俺も。なんかこれはね、足の解説動画にまとめてるんで、よかったら参考にしてみてください。その辺はアウトホークの強い打ち方、まあ基本はカニのタイミングがね、1分30秒で、まあこの縦に打つっていうのと、シンプルに相手どこかなっつってこうやって縦に打つっていうのと、あと一周回った後親指でやってます。一周終わった後に、だから相手2分ぐらいかな、2分ぐらいの段階で相手の赤バフとかに打つと、まあ大抵映る。みたいな感じで、こう、相手のジャングルってまあ、同じルートで回っていくから、それを意識しながら使うと強いと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。はい、じゃあ。